皆さん、こんにちは、大樹です。今日はね、アスリートコーチになりたいっていうコーチとちょっと話をしててね、で、そこでね、言ったことがあるんで、まあ、皆さんにもお伝えしたいなと思って、一つはとにかく会いに行こうと。ね。まあ、いきなりね、トップアスリートに会うのは難しいと思うけど、別に誰でもいいじゃんと。<laughs> いつかトップアスリートに会うと思うとだってね、いつまでもそのチャンス来ないかもしれないから、いいじゃないですか。その、 会えるアスリートでいいじゃんってやっぱりそういうの積み重ねていくとあそっか今のアスリートってこんなこと考えてるんだとかねであそっかこういう感じの選手はこう考えてるんだじゃあねあの自分が本当に関わりたい選手はどんなこと考えてるんだろうとかねまたあのいろんな気づくことあるよだしそこでまたネットワークができてきたりとかねで少しずつこのわらしべ長者的にだよあの事務役が広がってね。 でなんか本当に関わりたいアスリートに関われるってこともあるしいやいやなんか最初本命だと思った人じゃないけどいろんな人に会ってみたらああやっぱり私この人応援したいみたいなことだって普通にあるもんねでだから絶対にとにかく会いに行こうとなんか動かなきゃ始まんないからねで2つ目でなんか自分のこと伝えるとかもいいけどそうするとなんかほら売り込みに行くみたいな感じになっちゃうからさむしろ人の話聞こうよっていうの大切じゃないっていうことなんだよねでなんか その人が今どんんなな状況に置かか、か、れててるるどどこと頑張ってるかねどうしてそういうふうに頑張れてるのかとかでとはいえ何に困ってるとかとにかくインタビューさせてもらってであの教えてもらってありがとうとなんかすごいねそのアスリートを応援したいと思ってるから参考になったとかね。 でいや本当に応援してるしあの力になれることがあったらなりますで全然構わなくてとにかくどんな状況なのかとかねそのアスリート支援したいと思ってるからそのどんな状況とかね、あのー、何に困ってるとか何があれば助かるとかそういうの教えてほしいんだってで教えてもらってありがとうっていう気持ちでとにかく、あのー、インタビューヒアリングだと思っていけばいいんだよね。であのそうするとね これアスリートにかかわらずだけどそういう関連する人と聞きながらいろいろとヒアリングしていくといやそもそもねどうしてそれ始めたのかろう、本当は究極本当はどうなればいいのかなできるかどうかこうやってどうなればいいのとかそのために今何やってるのとか他にどんなことができそうとかねでどんな助けがあったら役立ちそうなんて言ってたらインタビューだかコーチングだか分かんなくなるよね。で本人ががなんかか気がついたたりとかってしたら ね、あの私コーチングね私がやってるコーチングっていうのはこういう風になんかねあの考えていくものでもしよかったらあのそういうのもね使えるなと思ったら使ってくださいって言えば、ね、コーチングの売り込みになっちゃうってことなんですよね。でまあなのでインタビューしてみるっていいんじゃないかな,なんか自分のことをアピールするよりもまず人の話しっかり聞いてみるっていうことをしてみたらいいんじゃないかなで3つ目は。 コーチとしていようと、コーチとしていようというのはとにかく相手のことを信じて素晴らしい人で無限の可能性を持っていると思ってで、その人をとにかく最初から最後まで勇気づけしようと、<laughs> ね、で対等な関係で関わろうと、ねで、何か力になれるものもあると思うし、向こうから学べるものもあるし、ねで、そういうこの関係で,で勇気づけの存在でいこうと、そしてあの必要だったらいつでもコーチングをすると。 体験してもらうね。で、そういう気持ちでね、まあお仕掛けコーチングをするわけでもなく、アピールをするわけでもなく、堂々とコーチとしてでインタビューさせてもらったらいいんじゃないかななんてお話をしました。<laughs> これはもちろんアスリートだけに限った話ではございませんので、何かね、そうか。 ううちのお客さんともこう関わろうねあの,あの人と今度そういうような感じで関わってみよう。あそうか、会社のメンバーともそう関わってみたらいいんじゃないかな。家族ともってね。あったらぜひ実践してみてください。ということでございます。今日はここまで,で。それではまた。バイバイ。